続いて風と書いてありますね。丸子役の朝木さんです。朝木ちゃん可愛いですね本当にね、今をときめく女優さんですよ、ね、結構話題作にね、いろいろ出演されていて。そうなんですよね、うん、本当に。がこのトレーニングウェアを着てるそう、ね、ここに連なってくださってるというのが。そうなんですよね。でも本当にあのいい味出てますね。そうなんですよ。本当にこの次ご紹介するあの小雪ちゃんとのね、うん、ペアがすごい良くて、結構あのいくつか組織がね出てくるんですけど、うん、その中での、ま、人間模様というか、うん、そういうのを描いているシーンが結構あるんですけれど、そこでねこの2人が可愛いんですよね。そうなんですよね。あんまりいないけど、はい、いい味をね出していて、ぜひぜひおチェックで。朝日ちゃんです、はい、次は、ちくらさんが演じる小雪です。小雪はね氷ですで、朝日ちゃんが風だったんですけど、うん、氷担当ということで。そうなんですよね。いや、ちくらさん、あ、ちくらさんはね改名したんですよね。あの天綱さんに改名したんですけど、なんかちくらさんってずっと呼んでたから、ちょっとちくらさんってうっかり呼んじゃいました。そうで、小雪もなあの松名さんもあの小葉監督の作品にはね結構以前から出ていて、うん、で私も前の作品とかも見たことあるんですけど、なんか本当になんかね彼女もねすごいですね。やっぱりこう役をちゃんと自分に引き寄せるっていうか、あのすごい上手だし、あの本当にね場がパッと明るくなる方で、うん、私は大好きです。ぜひこの女性陣2人のペアもね、要チェックで、はい、お願いします。です。はい。お、次。次。花役の横田千秋さん。横田さんです。もう魅力的な方ですよね。本当にね、横田さんもすごい。あちこちの映画のね、自身なり、商品なり、いろいろご活躍されてて。本当にそうなんですよ。で、あれですね、あのサイコロジック。堀川さんとペアでこうボーカリストっていう立場で今回はね。もともと音楽活動もされてたのかな。あ、そうなんですね。でも歌すごいお上手ですよね。ねえ、うん、あ、そうなのかなって勝手に思ってたんですけど。そうか。で、2人でもあの路上ライブやってるシーンなんかもあったりして、うん、予告編にもねちょっとだけ出てましたけど。そうなんですよね。本当にもう歌もだし、お芝居も本当にいいし、本当に本当にね、オールマイティーだ、はい、しかも面白い、可愛い、そして彼女 の, あの能力もとっても素敵。あ、そうですね、はい、変って書いてある、変って書いてあるこれはぜひ映画の中でご覧になっていただきたいと思います。はい、次、はい、みなみさんですね。みなみさんだ。みなみさんはねもうちょっと多分ここでなんか別のところで話してるんで、もう軽くでとか言って、あやなさんの旦那さんですね。そうです、はい、まあ、なんか雷って書いてあるんだけどね、うん、雷系の。なんかでも意外と一番なんだろう、あのすごいわーってしてる役かも、うん、ね、で愛情が重いなんか嫌だないや、でもなんかこのご夫婦像がちょっとなんかね、ひりくりてますけど、まあ、すごくいいなと思っていて、ね、そうですね。いやでも本当になんか小島彩菜さんの旦那さんっていう設定でめちゃくちゃみなみさん嬉しそうで普通に嬉しそうでしたね。でしたね、本当に。お二人も大活躍ですので、はい、そこも要チェックで、はい、チェックでお願いします。はい、はい、おお、名倉さんです。名倉さんです。これはカメラマンの名倉さんですね。もう撮影の能力ですかねもうこれはでも立派な超能力ですね、はい、撮影ね、あの絵を美しく撮るっていうね超能力ですよ、はい、でも撮影しながら名倉さんの涙ぐましい努力のおかげで撮れているシーンがもう山ほどございますので、腰を犠牲にして撮ってくれた。本当にいつ爆発するんじゃないかと思ってましたね、腰が。思ってました。でも名倉さん実は出てるシーンあるんですよね。そう、名倉さんが出演してるシーンもあるので、それもちょっと見ててください。はい、はい、最後、お、はい、我らが監督が、はい、小葉さんです。なんかこの写真前から思ってたんですけど、ちょっとなんか面白いですねどこ見てるんだろう、どこ見てる、ちょっと眩しい、そうなんですよね、ちょっと気になってました、これ
どこ見てるんだろう前から ね, ねこのサイキッカー Z の、うん、もう本当最初の10分のね、うん、あれを最初に作り上げた方ですもんね。いや本当にね、そのあ短編版ね見てない方は、うん、今どっかで配信とかで多分見れると思うんで、ね、はい、ぜひ見てほしいんですけど、本当衝撃で私あれ見た時に、そうですよね、うん、いや本当に何だろう、やっぱね小葉さんのやっぱセンスっていないですよね、うん、他にはいないセンスっていう か, なんかすごくピュアにまっすぐ生きてらっしゃって、うん、そうね、でなんか笑いどころもね、なんか絶妙なこうとこ行くんですよね、なんかこうちょっとだけひねくれてるんだけどでも笑えちゃうみたいなところをうまいことねこうねかいくぐってくるっていうのは、そうだから今回私はさっきから Z と出るって決まって脚本いただいた時もあすごい小葉さん節出てるなと思ってなんか嬉しくなりましたね私はもう私も今回初めてだったんですけれど、うん、小葉さんとご一緒するの、うん、まずあの10分の短編を見てからのだったので、うん、どんな人がこんなぶっ飛んだの撮ってるんだろう、そっか先に見てからお会いしたんですね。そうなんです、そうなんですね、でしたので、うん、意外となんかちゃんとしてるといなんか確かにもっとクレイジーな人がなんか出てきてもすごく優しくって、そうですよね、はい、いやでもすごく芯の強い何か表現することに対して強い思いを持ってらっしゃる方なので、うん、そんな小葉さんの思いが詰まったサイキッカー Z がまさかの今回長編ということで、はい、そうです、はい、ございます、ね、今もう、はい、上映真っ最中、はい、そうなんですよね、池袋シネマロサーでは、上映が、1月15日から2月の11日まで、うん、4週間やってまして、はい、なんかねあんまりそう4週間も、ね、がっつりっていうのも、うん、インディーズ映画で本当やらせていただくっていうのもすごいありがたい、本当にありがたいことです。そうあの、まあ、多分ね連日、まあ、監督とか出演者もあの劇場に来たりとか、うん、あとあのちょっと今の段階でスケジュールわかんないんですけど、あの舞台挨拶もあの、はい、日によってはあったりすると思いますので、ぜひそういうタイミングでぜひ見に行っていただいて、でなんか多分作品見た後に出演者とかと会ったりするとまたね、はい、イメージがいろいろなんかあ全然違うって人もいれば同じみたいな人もいると思うので我々もちょこちょこ劇場にもねおりますので、はいはい、あとさらに大阪でもね、うん、決まったんですよ。そうなんです、ありがたいです。2月の12日ロサでの上映をまた翌日から、あそうですね確かに、そうですよ、ジューソーのシアターセブンさんで、はいはい、上映が決まりまして、ですので西日本の皆様もぜひそちらでお会いできたらと思います、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、じゃあというわけで、というわけで、はい、今回サイキッカー Z のキャストの皆さんの魅力とともに、はい、作品のはい、紹介をできたらと思いました。はい、はい、ありがとうございます。皆さんぜひ劇場でお待ちしてます。バイバーイ。バイバーイ。どうもサイキッカー Z リーダーのアキラです。コンビニはもう20年くらいやってますね、バイトで。使えて、アキラ。風を起こせます。冷たい空気を作り出せます。超能力者のユニットとして活動してます。今日も訓練を行いたいと思います。まあヒーローみたいな感じでかっこいいかと思いまして。ダサいっすね。最低。恋したいわ。ネットでサイキッカー Z の募集見て、それで応募したら入れてもらったんですよ。あら、アキラくんじゃないの。一人で頑張って大変なんです。アキラさんいませんか。じゃあさ、俺らと勝負しません？超能力の。俺たち調子乗ってる超能力者を懲らしめるっていう活動してるんだよね。自分は特別だと思って調子に乗ってるバカが嫌いなだけっすよ。君たち表に出るんだ。本当の悪はあんたたちなんだ。僕はもう超能力を使うことができなくなった。そんな無責任なこと言わないでよ。こんなことが常にあってたまるか。サイキッカー Z と投げんなよ。うわ、
これであなたもサイキカーです。東京ボードレス TV。